こんばんは、かけんです。おはようございます。まやかです。はい、今回も恒例のガチャレビューやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、今週は、バルセロナのエピック復刻。なるほど。はい、まあ、3人入れ替えてのバルサ復刻が来たので、そちらと、まあ、CL の復刻も来たんで、まあ、そちら2つを見ていきたいと思います。はい、じゃあまずはバルセロナですね。まあ、一応3人メンツはこんな感じで、まあ、ハイライトも含めるとこうですね。うん、はい、うん、まあ、ハイライトは特には、まあ、そうね、はい、不要です。ここも復刻で、まあ、強いって言われた選手はあんまね、ビニー入れといてほしかったね。ビニーね。ああ確かにビニーだったら、あの CF ビニー、はい、そうですね。それはそうだ。まあ、もし強いのいたら教えてください。じゃあまずはエジムーソンから見ていきます。エジブースターデュエルでこんな感じで、まあ弱くないですよ絶対。うん、まあ今はスカットに入ってる人は普通にいるし、ね、いる、全然いる。まあ、普通にスピードあって足元あって、うん、はい、まあ、アグレッシブネスがちょい低いぐらいで、あんまりそれ以外欠点ないじゃないからね。うん、あの全然アンカーでもいいしね、それこそね、なんかセンターバックで使う人も多いけど。あ、まあ確かに、うん、まあ、ディフェンダーいない人は、B 固定持ってない人だったら間違いなくめっちゃ最強クラスだと思う。うん、まあそうですね。さすがに富安、アラホ、ベルゴゴミ、なんだろう、ティラムとか全部持ってたら、それはね、まあそれは、それはねってなっちゃうんだけど、はい、そういうのいない人だったらかなりいいんじゃないかな、エイジ・ミューソン。ブロッカーだけつければね、闘争心かと。そうですね、スキルちょっと、ちょっと必要ですね。うん、ブロッカーと闘争心ぐらいだね、つければ、まあまあ、問題ないんで。うん、持ってるでしょ、1枚ぐらいも。まあ確かに。まあ待ってるでしょ、ブロッカーと闘争心は。はい。悪くなしということで、エイジ・ミューソンは。続いて、エトーですね。結構使ったことある方だと思うわ。僕はもう今でも使っています。今でも使ってる。愛用です、愛用。俺もう見切りつけちゃってるけど、俺もう見切り、今のフォームだと出番ないっていうあれで見切りつけちゃったけど、はいはい、俺結構好きなタイプです。ね、俺大好きですよ。おお、未だにどういう人向けというか、俺あんまり得意じゃないからさ、確かに家計はそうだね、向いてないよ家計は。なんかやっぱルンメニゲとかと違って、うん、乗った時のスピードはすごいある気がするけどね。あーボール持って、はいはい、一瞬グインっていくところが。あ、そうなんだ。うん、まあでもフィジも言うて振れる。そう、フィジね、うん、振らないとダメ。は逆に振らないと全然弱いと思った。あ、そうなんだ。振らないとあの足元ない応援。うん、おすげえ大げさに言ったら、はい、だからやっぱ180でフィジカル、まあ、俺8振って75とか77ぐらいなんだけど、うん、やっぱ180のそのぐらいフィジカルだとだいぶ踏ん張れる感じはする。ああそうなの。うん、まあ、あとは、まあ、ボールキープ低いんで童話がいても、うん、そうっす。あ、そこは求めてはいけません。こういう、こういう選手使うときに、はい、こねらんねえから弱えんだよな、もう話が違うんで。それはもうダメです。使うタイプが違うよ。そう、使うタイプが違うんで、はい、エトをちょっとこねにくいから強くないんだよね、うん、はそもそも使う選手を間違えてるから、はい、そこは求める必要ないんで、エトに。うん、裏抜けたらピョンなんでもなんかでもやっぱこの、いわゆるこのボールキープないけど他高いじゃん、で、うん、一瞬、まあ、100ぐらいいく。そうだね。だけどやっぱこのタイプね、たまにマジで上手い人いるの使うの。いるね。ああ、まあなんかちょくちょく言ってますね、江藤の使い手っていうぐらい、江藤にしかできないプレーはあると思う。なんかちょっと、あ、そうなんだ、これすごいなみたいな、うん、抜け出しちゃう形だけで言えばマジで、まあ本当にトップクラス、トップクラス、うん、なんかでもみんな万人受けする音強さをでも求めるっていう感じはちょっと違うかもしれない。まあそれはボールキープがこの時点で無理だね多分。はい、まあ人は選ぶけど、まあ強いっちゃ強いって感じ。うん、ちゃんと強い使い方があるっていう。ある、あ、そうですね、タイプだよね。はい、うん、まあ、じゃあ一応取った人向けにスキルはどうですか。俺はダブタとミドルとスルーパーワンパーかなつけたの、うん、あとエアバトつけたかな俺。ああ、そうなの。うん、俺確かスルーパースパーサブミドルつけて、確かワンパはこれからもうちょい使おうって思ったらつけようって思ったタイミングで使わなくなったな。使わなくなった使わなくなったちょっと悲しいですけどそうそうそうだけど今後まあまあ全然つける可能性もあるかなぐらいには、うん、好きなタイプっちゃ好きなタイプ、はい、っていう感じですね。はい、じゃあ最後デコですね。ブースターテクニック、結構やるな。足あんま遅くなかったわ。おお、プレーメーカーなんで、まあオムフで使えば消えるよっていう感じですかね。あ、もうもうもう、てかあの想像してて足速かった。俺このデコ持ってないからさ自分が。うん、あ、そこそこやれそうだな。
まあ、スキルはこんな感じです。ワンパス、なんか全然やりそうだね。はい、なんか思ってたより強かったわ。全然ちゃんと見てなかった能力まあやれなくはない、うん、スピードだって普通に11か12振っちゃえば80乗るし。そうですね、全然いけますね。レベル3号だからな。4振ったらグラボも97とかじゃないでしょ。はい、さすがに早いなパス。ああ、なんか悪くない。思ってたより、思ってたよりかなりいい。まあプレーメーカーってことくらいじゃない。まあそうだね。あとは、まあ、そうね、そこはちょっと気になるね、さすがに。うん、かといってオムフで使うのもちょっとみたいなってところはある。そう、ね、っていうところはあるね、間違いなく、はい、ちょっとどこで使うか難しい。正直俺だったらちょっとボラ2ボラ一角。まあそうだね、ポジトル使って開けて無理やりだね、はい、もう、うん、っていう感じですかね、レコ。はい、はい。まあ、出てくる時期が悪いんですね、レコは。まあ、前も言ってる気がするけど。時期が悪いです、レコは、毎回。なんか、エトを引くって言ってる人いなかった。あ、なんか、一人。いたよね、なんか、ライブレ、うん、あ、いたね、ライブレいないからっつって、いたね。なんか、言うてフィジアルね、うん、センターフォワード、めっちゃ多いわけじゃないもんね。まあ、スピードあって、まあそうだね。ね、フィジアル B 固定ライブレって言ったらもう多分ルンメニゲ、シェフチェンコ、エト、あとビクタイムバフェ。あ、まあバフェもまあまあまあ4人ぐらいじゃない、ね、まあ、あとちっちゃくていいんだったらサビオラか一応。あ、あそっか、はい、まあじゃあ下がいんでいけたし。そうなんだね、やかし普通だからね。サビオラと逆なんで。あ、サビオラ普通普通か。いや高い普通です。あ、じゃあ逆ですね。逆、こっちの方がいいですよ。こっちの方が、こっちの方が超こっちの方が絶対優秀だから。じゃあまあこんな感じですかね。はい、はい、じゃあ復刻見ていきます、うん。3週分あるんで33。多いね。多いですね。多いわ本当に。まあ、まあやっぱ注目はビニー・ロドリゴとか。ビニー・ロドリゴ。まあグリーズマンとかになるんですかね。あと普通にムシアラかなり良かった。おお。ムシ。パスクソ速いこれも。ああ確かに。あのビッグタイムムシアラいるじゃん。あれパス上げられないのよ80ぐらいまでしか。普通に90超えるのはかなり。なるほど、評価高い今俺。これはスキルはまあない、足りない、スルーパーがない。あ、スルーパーがないんだ。あ、まあ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 能力は全然いいな、うん、グリーズマンもそうなんだけど、パス速いやつらまでも才能の塊だわグリマン。これ結構強そうな気がするけど。かなりやれるシムフ。はい、でもサーチ1でやってるじゃん。はい、あのゲージ軽かろうが何だろうが速いパスつけてくるんだよ、パス高いとも、うん、そうですね、パスは、はい、それだけでもう便利。このグリマン結構良さそうな気がしますけどね。ワンパス、ルパ、ワンシュー全部持ってるから、うんうん、逆足低いとこ以外は本当に全く問題ない、うん、グリズマンは、うん、ドンナルンマもぼちぼち強いと思う。ドンナルンマ、キーパー持ってない人は、はい、まあそうね、持ってない人はドンナルンマこれ全然ぼちぼち強い。まず基本的に守備的 GK 使ってる人が多いんで、うん、あの攻撃的 GK でちょっとこっち側で三角押すとかやると意外に距離感つかめてなくて相手が、うん、ありますね、とか全然起こせるから、まあまあいない人はキーパーぐらいかな。あと俺使ったのはそうか、あとそうか、ロドリゴとビニだもんな、うん、そうですね、まあ、つになる。使ってよかったのはムシアラとグリーズマンはそこそこやるなって思った。ムシアラ、グリーズマン、はい、レオンはさすがにビッグタイム持ってるから使いもしてないからちょっとなんとも言えないけど、うん、これはそうっすね、でも言うてフィジカル強いな。そう、フィジカルそこそこあるよね。まあ、グリーズマンとムシアラぐらいかな、使ってみてほしいのは、うん、持ってたらとか引いたら今回のあれで。グリマン、シムフはなかなかね、まあ本来ないからね。まあ多分今後出てくるかも分かんないよね、うん、シムが空いてんの。そうね、まあビニーとかホドリを狙いできたら全然良さそうですね、うん、ここら辺も。あ、ちょっとサカだけ見ていい。サカ、サカね、マジで俺奇跡のピンクロない。ああ、ごめんなさい、なしでサイドバックちょっと使おうかなと思った。サイド、あ、そういうこと。いや、俺ももうサッカー左サイドバックでしか考えてない。俺もピンクの持ってたらちょっとまだあるかなと思った。だからね、ワンパスルパーピンクの持ってるサッカーをサイドバックで使いたい、俺は。そう、ほんとそれ。左利きのサイドバックマジで使いたい、はいはい、普通に強いと思うね。あ、そうなんだ。それだったら、うん、なんか持ち運びはトップクラスになっちゃうかな、うん、そう、だめ、恐れてる。そろそろ消されんじゃないかなってサイドバックそれもある。マジでね、サイドバックついてるうちにちょっとエグいサッカー来てほしいんだよね。どう考えても薄いだろこれ、まあ、せめて確かに次のアップデートでもしかしたらないよ。本当に濃いまんまであってくる坂のサイドバックに関してははい、っていう感じですかね。 CL の方もはいはい、っていう感じで今回のガチャレビューは以上となります。ご視聴ありがとうございました。よいしょ。